今月はお財布が厳しいな。そしたらギャンブルで一発ドーンとかどう？さすがにギャンブルはな。群馬はギャンブルの県なんだぜ。ギャンブルの県？桐生協定、前橋競輪、伊勢崎オート、3つも揃ってるんです。そんなに？昔は高崎に競馬場までありました。マジでギャンブルの県じゃん。桐生協定は日本で最北の協定場だし。それより北にはないのか。桐生協定って言うけど、みどり市にあるので要注意。どこぞの夢の国みたいだな。前橋競輪は日本初のドームでの競輪場だし。へえ、すごいじゃん。昔は市のお金の 10% が競輪からの収入だったという。人気ありすぎでしょ、稼ぎすぎ。伊勢崎オートは全国で初めて入場無料にしたオートレース場だし。あ、無料なんだ。今は全部のオートレース場が無料だけどね。へえ。我々はこの3つのギャンブルを群馬三大ギャンブルと呼んでるよ。あなただけでしょそう呼ぶの。ついでに言うなら、両毛線上に3つ全部あるから、我々は両毛線のことをギャンブル線とも呼んでるよ。やめろよ、栃木も通ってるんだから両毛線。ちなみにパチンコ屋さんも全国的には多い方。もう群馬県じゃなくて賭博県にしちゃえよ。群馬はギャンブルでも盛り上がってるわけさ。でも惜しかったな。競馬が残ってればパーフェクトだったのに。もちろん場外馬券売り場もありません。おー、イッツァパーフェクト。